回この関税の計算方法も含め、この関税について分かりやすく解説していけたらと思います。関税がかかったらその関税を税関に納めていくんですけれども、それとセットで請求される項目っていうのが2つあります。また関税はこの項目にもある通りバッグなのか靴なのか、こういったアイテムのカテゴリーごとの計算方法というのが必要になります。またこのね、12月はこのバイマで一番稼ぎやすい時期になります。今バイマを始める一番いいタイミングだと思いますので、バイマ気になっている方はぜひチャレンジしていただけたらと思います。はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はバイマの関税計算と関税の手続き方法について分かりやすく解説というお話させていただけたらと思います。バイマでビジネスを行っていくということは、海外から物を仕入れて日本に輸送するということを主な流れでやっていくという中で、関税について理解していくことは必須になります。海外からブランド品を日本に仕入れていくときのように、国をまたぐ物の移動は基本的にはこの関税が必ずかかります。その際、特にどの商品はどれくらいかかるのかという計算について、これは初めのうちは割と慣れず難しい項目の一つになります。ただこの動画見ていただければ絶対に理解していただけるでしょう。今回この関税の計算方法も含め、この関税について分かりやすく解説していけたらと思います。僕のプロフィールはこんな形なので、もしよろしければ見ておいていただけたらと思います。また今現在、寺井の公式 LINE アット登録者限定で超有料級の寺井だけバイマ初心者入門マニュアル無料で配布させていただいておりますので、こちらもご覧いただけたらと思います。バイマの始め方、リサーチの方法、まさに今売れている商品ピンポイントでご紹介させていただいておりますので、こちらもぜひ見ていただけたらと思います。まあ、ちなみに今ここはですね、いつもと違う風景かなと思いの方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、今オーストラリアのウィーンってところに観光で来ててですね、まあ、こういった演奏会を見たりとか、あとはまあこういったね、市内の観光したりとか、という中でですね、楽しませていただいているんですけれども、まあ、買い付けの動画もね、上げていきたいなと思っているので、動画前後するかもしれないんですけれども、見ていただけたら嬉しく思います。ここはね、ホテルインペリアルラグジュアリーコレクション、通称ラグコレってやつですね。もう本当に素晴らしいホテルなんですけれども、こちら滞在させていただいて、今回ここからお届けさせていただきますので、まあ、関税についてしっかり学んでいただけたらと思います。僕のようにシャネルやエルメスなどハイブランドを扱ってバイマンをやっている方であれば、海外で自分の商品がバイマンで売れた後、在庫がある国のパートナーに依頼して買い付け、検品、梱包、お客様に発送という流れで利益を上げていきます。そういった商品は海外買い付けパートナーから発送後、日本に入っていき、お客様の手元に届いていくわけなんですけれども、お客様は受け取り時に商品の代金と別途関税を日本税関に納めていかなければなりません。特にお客様がバイマでご購入されるのが初めてだと、で購入前に関税がいくらかかりますかとご質問があったりとか、関税を納める手続きの際どのように納めればいいかなど、こういったご質問が非常に多くあります。これらのご質問に対して適切に回答できないと、変化を抱かせてしまい、自分のショップから買われずライバルのショップから購入されてしまうと、こういったね、売り上げを立てるチャンスを逃してしまったりするというケースがあります。また取引中であれば不満評価につながってしまうということもあるでしょう。自分の売り上げを上げていくために、またいい評価を得て選ばれるアカウントになっていくためにも、今回のこの関税について非常に重要な項目なので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。では早速お話しさせていただきます。今回関税について適切に理解していただくために、次の3つの項目でお話しさせていただけたらと思います。今回お話しさせていただく項目、その1、知っておきたい関税の基礎情報。その2、各アイテムごとの関税の計算方法。その3、関税支払い時の対応について、こちらお話しさせていただけたらと思います。では早速その1、知っておきたい関税の基礎情報についてお話しさせていただきます。関税は冒頭でも申し上げましたが、海外からブランド品を日本に入れていくときのように、国をまたぐ物の移動のときは基本的に必ずかかる税金のことになります。これは物を発送した国ではなくて、受け取り国のルールに基づいて、受け取り国側にいる受け取り人が受け取り国の税関に対して関税を支払っていきます。日本の場合は小売価格で1万6000円以上の商品に対して課税されていきます。関税はそのアイテムのカテゴリーや原産国によって、この関税率っていうのが異なってきますが、関税がかかったらその関税を税関に納めていくんですけれども、その際に税関に支払う金額、これは関税もちろん払っていくんですが、それとセットで請求される項目っていうのが2つあります。こちら関税と三位一体の項目として覚えておいていただけたらと思います。それが2つのうち、1つ目地方消費税になります。2つ目通関手数料になります。よって輸入時に税関に対して支払うべきお金は3つ、1つ目関税、2つ目地方消費税、3つ目通関手数料、こちらがあるということを覚えておいていただけたらと思います。よくお客様から関税はいくらかかりますでしょうかという質問がコメント欄であるかなと思いますが、その時は関税の金額のみではなく、地方消費税と通関手数料の分も加味して、通関時には関税がかかってしまった場合、通関時には〇〇円ほどかかる見込みですというふうに伝える必要があります。
関税という言葉が有名なので、お客様はこのワードでの質問が多いんですけれども、お客様はこの時関税の1項目だけの金額を知りたいわけではないです。税関手続きの時に、結局いくら合計で支払わなければならないのかというところがみんな気になっていますので、こちらも知っておいていただけたらと思います。この地方消費税や通関手数料は、このアイテムのカテゴリーだったりとか原産国によって変動を受けない項目になりますので、こちらも知っておいていただけたらと思います。具体的なこの計算方法については次の項目でお話しさせていただけたらと思います。1点目お話しさせていただきました。必ず知っておきたい関税の基礎項目、こちらをお話しさせていただきました。続きまして2点目、各アイテムごとの関税の計算方法についてお話しさせていただきます。こちら繰り返しになりますが、関税がかかった時に受け取り手が税関に払わなければいけない項目は3つあり、関税と地方消費税と通関手数料、この3つになります。また関税はこの項目にもある通り、バッグなのか靴なのか、こういったアイテムのカテゴリーごとの計算方法というのが必要になります。よってですね、このね、項目ごとに考えていく必要があるんですけれども、関税はこの変数があるので一旦置いといて、計算が簡単な地方消費税と通関手数料、この金額をお伝えさせていただけたらと思います。地方消費税、こちらが次の計算式で導かれます。こちら、バイマの売値 ×0.6×0.1、こちら以上になります。これはバイマの売値が10万円であれば、その 60% が課税額になるというところで ×0.6、その金額に対して日本の消費税率が 10%、 こちらを適用していくので ×0.1 というような計算式になります。今回の例でいくと、10万円 ×0.6×0.1 イコール6000円という数字が導き出されました。こちら地方消費税はバイマの売値に対してのみでしか変動しない数字になりますので、知っておいていただけたらと思います。次に通関手数料ですが、こちらは200円です。こちら一定の値で少額なので、この項目があるということを知っておいていただけたらいいかなというところになります。最後にこのメイン、関税の計算についてです。こちらよく聞いていただけたらと思うんですけれども、前提としてなのですが、この関税の計算が必要になるというシーンはバイマでどこになりますでしょうか。それはお客様対応の時に、お客様から関税はこの商品いくらになりますでしょうかという形で質問された時、ここのポイントのみになります。ここのみでしかこの関税の計算というのは必要がないです。この質問に対して答えるという部分になります。それ以外でこの関税の計算が必要になったシーンは、僕はバイマをやっていてありません。この時お客様対応としては、もちろんこの3項目を合計額として言う必要があるというところは先ほど言わせていただきましたが、この大体のかかる値段というのを回答していけば満足していただくことができます。というか、大体のかかるお値段しかお伝えすることはできず、正確な金額というのは事前に計算してお客様に提示することは非常に難しいです。理由としては、この関税にはこの通関士という人がいるんですけれども、この通関士の判断によってショルダーバッグなのかポーチなのか、こういったカテゴリーごとの微妙な判断が分かれることがあると、こういった理由があるためです。よってこの関税の計算は、大体の金額をお客様に伝えることを目的として計算する必要があり、僕が普段行っている計算をお伝えさせていただけたらと思います。全体をお話しさせていただきました。ここから具体的な計算方法になります。まずは3つのグループに分けます。カテゴリー1がスニーカーやサンダル、スリッパなど靴系、こちら関税率 30% グループ。カテゴリー2、こちら革のベルト、革の手袋、こちら関税率 20% グループ。カテゴリー3、それ以外、こちらが関税率 10% グループになります。この枠組みをまずは理解していただけたらと思います。各枠組みを理解したら計算式に入れていきます。こちら関税の計算方法なんですけれども、バイマの売値 ×0.6×関税率になります。その予備校みたいな感じになってしまったんですけれども、こちらね、覚えておいていただけたらと思います。例えば売値10万円のエルメスのサンダルの関税はいくらか、こちら計算したい場合は10万円 ×0.6×0.3 イコール1万8000円、こういった形になります。こちら先ほどの3つの項目の1つの関税が1万8000円であるというところが分かりました。お客様対応を考慮して考えてみましょう。売値10万円のエルメスのサンダルにお客様から質問で、関税はこちらいくらかかりますでしょうかと質問が受けたとします。この時の適切な回答について考えていけたらと思います。考えるべき項目は3つありました。関税と地方消費税と通関手数料、こちらになります。まずは関税、10万円 ×0.6×0.3、 こちらで1万8000円で、地方消費税、こちらが10万円 ×0.6×0.1、 こちらで6000円、通関手数料は200円、よって合計24200円という金額が出てきますが、大体の金額を提示すれば良いので、そちらも考慮して回答していきます。回答の内容、こちら例になりますが、正確な金額は税関職員の判断になる部分もあるのでお伝えできませんが、見込みとして
関税がかかった場合、2万円から2万5000円ご請求させていただく運びとなります。このように回答できればお客様も大体の目安が分かり満足する回答になるでしょう。お客様対応についても解説させていただきましたが、参考にしていただけたらと思います。鑑定率は今回カテゴリー1の靴を例題に出したので 30% 計算式としてはかける 0.3 という形になりましたが、商品のカテゴリーに応じてここは変えていただければ見込みの関税額については算出できるかというふうに思いますので、練習していただけたらと思います。今回この動画のコメント欄に練習問題僕作っておきましたので、練習がてらこの動画見たら解いていただけたら嬉しく思います。2点目お話しさせていただきました関税の計算方法について、こちらも例題とともにお客様対応とともに想定してお話しさせていただきました。続きまして最後の項目になりますが、その3、関税支払い時の対応についてお話しさせていただきます。関税の支払い方法は大きく分けて2つあります。1つ目、こちらが税関で荷物が差し止めになりハガキがお客様の方に届いて、そのハガキに基づいてお客様が税関に対して関税を支払うというパターンになります。こちらハガキに税関の連絡先、電話番号が載っているので、お客様には関税に連絡してもらいましょう。税関職員から必要項目が言われるので、それに基づいて対応していけば OK です。税関職員はお客様に対して個人仕様であるのか、どこで買ったのか、前まで買ったとしたらいくらで買ったか、そのスクリーンショットを見せてください。こちらのメールアドレスに送ってください。今から申し上げますね。なんとかなんとかなんとか @gmail なんとかなんとか、このような形で申し伝えられるので、今回のこの1パターン目で関税がかかった場合、このハガキの連絡先に電話してレクチャーを聞いていただけたらというところをお客様に伝えていただけたらと思います。ただこの時ハガキが届いていると思いますので、このハガキの連絡先に連絡して税関職員からのレクチャーを受けてくださいと、というふうに終わるのではなく、お客様に対して事前にどのような流れで進んでいくのか、どのような項目を税関職員から聞かれるのか、というふうな形で伝えてあげると、お客様としても流れが分かって内容も分かって安心するので、いいお客様対応であるというところの例としてもこちら知っておいていただけたらと思います。関税がかかるパターン2つ目、こちらは代引きでの関税の支払いになります。こちら簡単でお客様の元に届いた時にその場で請求されていきます。こちらハイブランドでは少ないんですけれども、これは納めるべき金額が少ない時などに発生していくような形になります。2パターン紹介させていただきましたが、基本1パターン目が多いのでしっかり流れ把握しておいていただけたらと思います。最後3つ目、関税支払い時の対応についてお話しさせていただきました。この動画撮影しているのは今9月なんですけれども、夏は明けてこれから秋、冬、そして年末へというふうに季節は移り変わっていきます。そんな中で物流量が一番多くなるのが12月なんですが、この時期はやはり関税も忙しいというところから、本来かかるはずのこの関税がかからなかったという事例もたびたび起こったりします。これはお客様からしても関税がかからなくてラッキーといった場合も起こり得ます。これは関税が請求してこないなら、払う必要はないだろうというところで、集計するというところがリアルなところ、実際なところになります。こちらもね、こっそりプチ情報として知っておいていただけたらと思います。またこのね、12月はこの倍まで一番稼ぎやすい時期になります。僕も去年の12月は利益月600万超えて最高利益が出ましたが、僕のコンサルの生徒さんも元コンサルの生徒さんも12月は特に売上が伸びて利益が伸びたというご報告いただきます。その年末に向けてこの秋のシーズン9月10月、こういったところからバイマを始めていくということはとてもね良いことだなというふうに思いますし、今バイマを始める一番いいタイミングだと思いますので、バイマ気になっている方はぜひチャレンジしていただけたらと思います。このバイマに関する質問ご相談も公式 LINE アットの方で載らせていただいておりますので、こちらもぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。こちら下記概要欄にリンクが貼ってあります。はい、じゃあ最後まとめになります。今回関税についてお話しさせていただきましたが、お話しした内容をまとめていけたらと思います。今回3つ項目お話しさせていただきました。1項目目から振り返っていきましょう。お話しさせていただいた内容、その1、知っておきたい関税の基礎情報。こちらでお話しさせていただいたのは、関税は輸入の際に1万6000円以上の商品は基本的には必ずかかり、受取人が支払う。この税金は税関に対して支払っていくが、税関に対して支払うべきお金は3つ。1つ目が関税、2つ目が地方消費税、3つ目が通関手数料。この3項目があると。お話しさせていただいた項目その2、各アイテムごとの関税の計算方法。ここでは税関に支払うべき項目としてお金は関税、地方消費税、通関税の3つのお金があり、計算方法をそれぞれご紹介させていただきました。まずは関税の計算方法。まずグループを3つに分ける。カテゴリー1がスニーカー、サンダル、スリッパなど靴系、こちら関税率 30% のグループ。カテゴリー2が革のベルト、革の手袋、こちら関税率 20% のグループ。カテゴリー3つ目、こちらがこれら以外、こちらが関税率 10% のグループ。こちらまずグループ分けというところ知っておいていただけたらと思います。その上で関税を導く計算式、バイマの売値かける 0.6 かける関税率、この式の中にバイマの売値と該当のカテゴリーの関税率を代入することで導くことができる。こちら関税の計算方法として知っておいていただけたらと思います。その他2つもご紹介させていただきました。地方消費税イコールバイマの売値かける 0.6 かける 0.1、 通関税数は200円、計算方法こちらになります。
続きまして最後その3、関税支払い時の対応について、こちらもお話しさせていただきました。税関に対して関税を支払う時の対応としては大きく2つある。1つ目がお客様からの荷物が税関で差し止めになり、はがきがお客様のもとに届き、そのはがきに基づいてお客様が支払うパターン。税関職員はお客様に対して個人仕様であるか、どこで買ったか、倍まで買ったとしたらいくらで購入したか、そのスクリーンショットをメールで提出してください、メールアドレスも伝えられると、このような形で申し伝えられるという流れもお話しさせていただいております。パターン2つ目としては代引きでの関税の支払い、こちらもあることをご紹介させていただきました。パターン1の方が多いというところもお話しさせていただいております。まとめとしては以上になります。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄では動画の内容にしてほしい内容を募集させていただいております。ぜひコメント欄にコメントしていただけたら嬉しいです。また概要欄には過去私がバイマを教えてきた生徒さんへのインタビュー動画だったりとか、バイマで稼ぐための方法を解説した動画も載せさせていただいておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。それでは今後もこのようなバイマに関する投稿をさせていただきますので、この動画いいねと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録の方、あとは通知が届くベルマークボタンも押しておいていただけたら嬉しく思います。それでは今回こちらで動画は終わりとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼させていただきます。